はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。昨夜はですね、今回のイベントで育成優遇対象になってます、既存ユニットのブラッドローズについて、この際にね、どうにかね、育成したいと思うんだけど、僕の考えがね、整理できてなかったんで、で、皆さんに対してね、どうしましょうっていう感じのね、相談をさせてもらいました。でね、いくつかね、コメントね、いただきましたんで、そちらまたですね、今日と明日のコミ読みで確認させていただくとして、今夜はこちら。もう一体のですね、優遇対象になってます、巨人ゴルスについて、僕なりのね、おすすめスキルセットの話をしていこうと思います。では参りましょう。このチャンネルは、ほぼ毎日スマホゲーム、特にラストクライドの実況を投稿しているチャンネルです。私が中野人明です。囲碁海資料教。今夜のコミ読み集会は、バトル大樹海の静かな戦闘をです。カプリコさん。二刀流つけたいと思ったんですが、スキルコストがカツカツなので、ガイエスと鎧で運用していこうかと思いました。アドバイスありがとうございます。聖なるオーラは倍率的にどれくらい上がるんでしょう？ちなみに、リリー欲しいから悩んでいるんですが、アキラさんならこのタイミングは我慢すべきだと思いますか？いつも米拾いありがとうございます。アキラさんもご家族が健康でありますように、ということで。こちら、カプリコさんのルーガーの件ですよね。うん。で、聖なるオーラの倍率なんですけど、あれはね、すごい簡単です。スキルの付け外しで、ステータスが変わるんで。で、サンタキリアでね、僕つけてるんで、例で言うとこちら、こちらがね、まず聖なるオーラなしの状態でインテリジェンスが1873、そのうち440が装備でアップしているという状態ですね。で、こちらが聖なるオーラありの場合がね、こちらインテリジェンス2003になってますよね。で、そのうち540が装備でアップしているということなんで、要は 540-440 なんで100アップしてます。で、装備している武器がレムロードと魔女なんで、この2つのインテリジェンスが合計で398になります。で、割り算した量はね、0.25。だから、聖なるオーラによる上昇率は 25% 増しになります。で、あと、リリーに関して言うとですね、昨夜の動画でもね、少し話したんですけどね、まあ、我慢かなと。うん。やっぱ1体しか出ないからね。で、カプリコさんも健康に気をつけてくださいね。森本さん、初コメです。いつもラスカラに関する情報、すごくわかりやすくて楽しく見ています。ここで質問なんですが、ザイクスのガチャが来て40連引いてキャラ演出2回、そして残り20連も全てキャラが来たのにザイクス出なかったのですが、怪盗ロビンが当たり英雄の心象でザイクスの魂30と交換しました。この場合、怪盗ロビンを育てるべきか、それともザイクスが解放されたらザイクスを育てるべきか、すごく迷い中です。アキラさんならどうしますか？長くなってすいません。ということで、初コメありがとうございます。まずね、ザイクス出なかったけど、魂30と交換しちゃったんですよね。で、それが気になったんだけど、要はこれ、交換所にある注意事項はこちらあるんですけど、ザイクスはユニットソウルの解放によるユニット化はできませんので、ご注意ください。ってあるんで、交換所でソウル集めてもね、解放できないんですよ。なので、森本さん、もちろん、こちら分かったらいいんだけども、もしかしたらと思ったんで、お伝えしておきますね。もちろん、ガチャで引いたらね、その後、このソウルはね、育成には使えるので、無駄にはならないと思いますので。で、この場合となると、僕としてはやっぱりね、出てきたユニット、怪盗ロビンを育てるのが一番効率がいいと思います。というのも、僕はザイクスが出るガチャって、英雄降臨祭だけなんですよね。で、ここ最近のその英雄降臨祭の傾向からいくと、毎回もその特定のユニットだけしか、ね、それだけをピックアップした他の英雄枠のユニットを排出しないってことになると、要はその、今後のガチャでね、ザイクス出てくる可能性がないってことなんですよ。ね。ないってわけじゃないけど、可能性が低いってことなんですよ。だから、で、あとフレンドガチャからもソウル出ないですからね。そういう意味で正直言ってね、その英雄枠自体がまずね、育成しにくい枠なんですよ。だから、まあ、それならね、やっぱね、今回来てくれた怪盗ロビン、そこにね、注力するのが一番僕は効率いいんじゃないかなと思います。ゴムトさん、ローズ育成論について、ベノクリーグある日ですが、毒研究、テラーメルスを軸に、未検証なんですが、辻利きダブル、トリプルインパクトが研究と相性が良いなら、その辺もつけて、とにかく通常攻撃で押してみたらどうでしょうか、ということで、早速、ローズ育成論についてですね、コメントありがとうございます。でね、これね、僕も気になってるんだけど、僕も未検証なんですが、追撃系のスキルにね、研究系の発生確率ってね、関係なかったと思うんですよね。わかんないんだけど、もう検証してないから。で、それがいけるんやったらね、通常攻撃でガンガンデバを負けるかなとは思うんですけどね。エクストラさん、股間さんと今日の動画と少し被っててフフってなりました。残念ながら私ん家にはローザいないんですよね。始めた頃は結構使われてる方いらっしゃって欲しかった覚えがあります。今ですか？ふふふ。ということで、ふふふが多いな。
あの、小川さんと被ってたんですね。まあ、まあ正直、まあ今ね、この、今回のイベントでね、何話すかって言ったらやっぱね、やっぱそのローズのね、復権というかね、これからの活用法はね、誰もがね、やっぱり気になるところだと思うんでね。うん、またね、小川さんの動画僕まだ見てないんで、見てみます。クリさん、ローズ育てる気ないけど、唯一思いついたのが、ディフェンスとインテリジェンス上げて、時止め以外の軽量魔法を覚えさせて、敵高速からの特技ぶっぱぐらい。特技は上にも判定が強そうなので、トルネードとかライザーゲージで浮いても当たりそう。特技が使えるある程度硬い操作運用ぐらいしか思いつかん。ローズは全キャラの劣化ってぐらい、何も尖ってないのに自分には手に負えないわ、ということで。クリさんさすがですね。キャラの使い方は本当わかってる。高速のための軽量魔法で、そこから特技のね、ブラッディシャワーとか、特技さんのブラッディウェブとかがね、やっぱ結構当たりそうですよね。で、やっぱあれもこれもできるユニットのね、やっぱり今や不利になってるんですよね。うん。昔はだから、そういった意味では、ローズってね、あれもこれもできるユニットとして重宝されたのにね。で、ユニットの種類がね、少ないうちは、やっぱそのマルチタイプっていうのが重宝されるんですよね。でもその、ユニットの種類がね、こんだけ増えてくると逆にやっぱ、一点特化の方が強くなってくるって話ですよね。なんとかこれね、本当社会の構造に似た話だなと思いました。毎晩たくさんのコメント、本当にありがとうございます。で、昨日からお願いしてます、こちらの企画。実装希望、あんなスキル、こんなスキルです。皆さんにね、コメント欄なんか思いついたらですね、書いておいてください。で、こちらのあったら欲しい新スキルに関してのコメントは、日曜の雑談会にてまとめて読ませさせていただきます。それ以外の内容についてのコメントとは別に記入していただくと助かります。それでは本日の本題、ゴロスについてなんですけれども、まず基本情報としまして、特技の話。特技1、ギガントハンマー。前方中範囲の敵に連続攻撃、昆虫系に効果大。特技2がローリングアタック。前方小範囲の敵に中距離攻撃。特技3がパワーストライク。前方小範囲の敵に攻撃。特技4がアバドン。敵全体に闇属性の強力な攻撃。HP を回復し、敵を引き寄せるとなってます。全部実はその特技以外は無属性の攻撃なんだよね。で、個性がですね。個性1が栄養添加、魔法ダメージを受けた時に確率で HP が回復。個性2が肉パーティー、特技使用時、確率で SCT が短縮されると。これだから要はその、まあ、HP 回復もできるし、さらにこれ特技使えば使うほど、特技が、のね、チャージする時間が短縮されるっていうので、意外と特技キャラなんですよね。で、自前習得スキルの一覧がこちらです。技能スキルが、ピオリン、ビーストキラー、HP アップ2、テラーメルス、HP アップ3、ビーストスレイヤー、ガード、激光、衝撃波、H アップ極み。で、魔法スキルは自前習得しません。で、最大ステータス時のね、ランキング。これね、レベル100、潜在覚醒4段階。で、能力解放も完了している状態でのステータスの、全ユニット中のランキングですけども、それがこちらで。HP が7位、MP48 位、ストレングス28位、ディフェンス5位、インテリジェンス42位、マインド38位となってまして、意外とね、HP がそのダントツとかじゃなくてね、7位なんですよね。まあ、でもここにね、H アップ系のスキルがね、3つ乗りますからね、2と3と極みが乗りますから、あれで合計が 40% 乗りますよね。そうなると、まあ、5500とか以上になってくるんで、まあ、それによってやっぱ高くなってくるかなと。で、以前このゴロスのね、高い HP で僕ソウルバースト使って、白木の休息のアーク特性使って復活するっていうね、コンボの動画も撮って公開してますんで、まあそちらまでね、概要欄に貼ってますんで、またそちらもよかったら見てください。で、ディフェンスもね、この時点で5位なんで、まあそこに個性の栄養転換による自己回復能力がついてくるんで、やはりタンクとしての性能が高いと。というわけでね、まあ僕のね、育成方針としましては、それがこちら。気絶&デバフばらまく肉の壁です。まあ、自前でね、習得できるテラーメルスとかピオリンがあります。でそれと、巨人ゴロスはね、土が装備できるんですよね。まあ、ハンマーがね、ハンマーが装備できるんで、それをね、まあ、前衛で殴り続けて、敵に今嫌がらせができるっていうのが、まあ、いいかなと。で、土装備ってね、特性つくのが結構多いじゃないですか。クレイジーインパクトとか、スターマーレットが気絶効果アップだし、サポテンハンマーが麻痺、ね、つけれますからね。そういうところを生かすんやったらば前衛で壁役として敵のが迫ってくるのを防ぎつつ、まあ、嫌がらせができるユニットになったら面白いかなと。で、それを踏まえましてのおすすめスキルセットがこちら。まず、初期がですね、スキルコスト21。まあ、いつものパターンですから、まず環境整備していきます。で、精神アップと精神アップ極み。で、二刀流です。っていうのがね、マインドがあまりにも低い。
先ほど言ったように前衛で守る割には、マインドを、ね、が低すぎるんで、そこをちょっとね、補助してあげます。二刀流はね、先ほど言ったように攻撃を、手数を増やすためのものです。で、中期がスキルコスト40、初期からプラス19です。で、個性を特化していきます。魅惑の香り、グランバーガン、ダメージ吸収、ブラッディームーン、もしくは資料の大軍勢で、海賊の崖、そして栄光のポーズ、終末の名声ですね。中期はね、個性2の肉パーティーを生かす形です。個性2の肉パーティーは特技を使ったら STT が短縮ですから、要は海賊の竹でマックス状態で開幕して、そこから特技連発したらですね、でさらにそれでスキルチャージが溜まってまた撃てるという好循環を生み出すための準備がこの中期です。で、まあ、都の代わりでね、まあ、敵の、注力を集める、ヘイトを集めるのが都の代わり で、ダメージ吸収はですね、HP の回復のためのものです。で、後期がですね、スキルコスト64、プラス24で、もうここでもデバフの壁化していきます。で、呪い研究、沈黙研究、暗闇研究、リベンジブレイブ。覚えるアークはね、右側に書いてある通りです。で、まあこちらね、もうまあどれでもいいって言ったらどれでもいいんだけども、僕の中でその研究系のスキルで、例えば、毒ってね、あんまり意味ないなと思ったんですよ。もちろん、毒だからこそ敵を倒せれるっていうのもあるんだけども、結局そのダメージじゃないですか。ダメージは殴りゃいいからね。ただ、その呪いとかやったらね、相手の特技封じるし、沈黙やったら魔法封じるし、暗闇やったらね、敵の物理攻撃をね、の当たる確率を下げることができる。っていう意味では、重要とするべきはこの辺かなと。で、本当だったら、ね、病気研究とかもね、つけたいんだよ。でも病気研究はね、スキルコストプラス10なんだよね。で、あれはね、回復を防ぐんで、例えばアリーナとかやったらね、すごく有効になってくるかなと思うんだけど、とりあえず、この3つ、呪いと沈黙と暗闇をつけて、あとリベンジブレイブ。これ殴れれば殴れるほど強くなりますからね。前衛で戦うやつにはこれをつけてる方がいいです。そして、こちらね、最終形です。はい。スキルコスト91、プラス27なんですけど、もう蘇生をさせます。デコイ、覚醒、そして黄泉の断りですね。黄泉の断りがね、新しいスキルなんです。説明もつけてますけど、蘇生時にストレングスとインテリジェンスが 30% アップして、クリティカル発生率が 15% アップするというやつで、まあ、最後はね、もう本当最近追加されたこの新スキルの黄泉の断りを使ってみたかったっていうのもあるんだけど、その、壁役としてね、死んでも生き返って強くなるっていうのはもうこれ追い込まれた時ほどね、すごくチャンスが巡ってくるんだろうなと思ったんですね。で、まあ、ここまでね、もちろんスキルコストをね、上げようと思うとね、時間がそれに、ね、かかるんですよ。うん、で、まあ、そうこうしてるうちにね、きっと多分新しいスキルが出て、そしたらまたね、目標としてはね、変わってくるかもしれないんだけど、まあ、とりあえず覚えておいて損はないのは、やっぱこのデコイ覚醒読みの断りは、今、例えばね、ソウル半減なんでね、そういう時に覚えておくのはいいかなと思いますね。で、まあ、正直言いましてね、でもね、ゴルスね、こういう展開をしていこうと思ったらね、覚えたいスキルがね、たくさんあるんですよ。一覧でドカッと出してますけどね、こちら。ね。で、例えばだからこれね、まあ、いろんな種類ありますけど、ディフェンスに特化していくんだったらね、ガード系高めてもいいんですよ。二刀流外して、副配ブーストつけるっていうのもいいと思う。うん、で、研究系がね、さっきのリストに外れたのも入れてますけど、例えばだから先ほど言ったように、病気研究とかは、アリーナが再開したら、きっと有効となるタイミングはね、多いんじゃないかなと思います。まあ、だからこちらはね、また参考までにチェックしておいてください。というわけで、今夜はですね、今回のイベントで育成優遇対象になってます、巨人ゴロスについて、育成方針とおすすめスキルセットについて解説をさせていただきました。まあ、以前からね、実はその見た目以上に使えるところが多いユニットとしてはね、ある程度その、クロートというか、ラスクラ前からやってるからしたら、認識されてたユニットだと思うんですよね。特にその、初めどころかな、やっぱね、特技のダメージ量が高い点とかはね、すごく注目されたんですよ。ただまあ、その点で、ね、やっぱ新しい強いユニットを見ます。いや、もう増えちゃったね。うん。それよりもその、単純にその火力が強いというかは、この土装備を生かして、気絶とかデバフをばらまくスタイルというのがやっぱ面白いかなと思って、今回は僕なりのゴロスのおすすめスキルセットを組んでみました。でね、やっぱ思想さんから見てね、いやいや、ゴロスならこのスキルが必要だろうと、やっぱアキラの組み方だけど、こっちの組み方の方が面白いだろうっていうのがありましたらですね、コメント欄で教えていただきますと幸いです。で、日曜のね、雑談会、実装希望、あんなスキル、こんなスキルについてのコメントもね、どしどしお待ちしてますんで、よろしくお願いします。で、明日土曜はね、日曜も雑談会に予定なんだけど、土曜もね、もう雑談会にしようかなと。うん、で、ソウル半減のね、育成キャンペーンが来てるっていうのね、先も言いましたけども、やっぱそのソウル歌の高いね、高レベルのレッドソウルで習得できるスキルのうち、やっぱ今のうちに覚えておいた方がいいスキルの話をしようかなと悩んでおります。それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた。